先月14日、東肥川棚町で一色ダム建設現場内の仮設道路ののり面の一部を建設に反対する住民の一人が小型重機で掘ったとして、県は川棚署に被害届を提出したことを今日明らかにしました。提出は今月1日で、県は重機の利用は危険で悪質と主張。川棚署は公務執行妨害の疑いで捜査することにしています。